Wow! That father is tanned and permed! さあ、本日は朝5時にスタートしました。朝焼けのスカイツリー、かっこいい。朝焼けのスタートです。たまには車中泊ではなくて早朝のスタートっていうのも気分がいいかもしれません。今日はこれから中央道を使います。なんと富士山が見えるパーキングに到着。 Good morning, 小鳥さん。ここは山梨県ですね。後ろにはなんと富士山が見えてます。あそこです。おお、綺麗、すごい、いい天気、ヤッホー。さあ、笛木市に入ってきました。さあ、安曇野到着。大事なのは一体ハウマッチか。前の車、今日のランチはここだ。キサリナ食堂、レッツゴー。こんにちは。3時前から。おしゃれなお店だね。おしゃれじゃない。お腹すきました、小鳥さん。母ちゃんは青いはナポリタン、小鳥はトンカツ、父ちゃんはチャーハン。いただきます。キサリナ食堂ナンバーワンおすすめ、デデン餃子。うまいわ。これすごい美味しい。え、うん、すごい美味しい。この味付けがさ、チャーハンの素みたいなとかだと絶対出ないんだよな。ちょっとちょうだい。よいしょよいしょ。絶対あげない、絶対あげない。いい、仲良しじゃないんだから。お疲れ様でした。チャーハンが抜群に美味しかったです。すごい美味しかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お、俺のおごりだ。キサリナ食堂全部美味しかった。ここから、モバイルビレッジへ向かいますよ。あゆれり、キウイが、キウイが、みんな目の前見て。あやし、あやし、ゲームセンター、あらし、山なんだけどな、あらしじゃなくて。さあ、約ここから5分ぐらいで到着です。今回のモバイルビレッジ。あ、イラムカラプテ、アキャンパーフェスって書いてあった。あの看板出てた。モバイルビレッジ。Here we are! Come stay! なんてこった。こんにちは。すごいね、フェスだ、フェス。すごいですよね。やばい。予想以上にたくさん来てる。ビビった。こんにちは。こんにちは。イケベさん。はい、そうです。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。車にもし名前があったら。いやいやいやスーさん、また会った。いろんなところで。普段はここは宿なんですか？ゲストハウスなんですよ。やっぱりなんかゲストハウスは今あのフリースペースで、はい、いろいろフリースペース、はい、今日のこの広場はもともと何なんですか？これ牧草地で、牧草、牛さんの牧草を育ててる、はい、あの牧草地なんですね。なるほど。飼った後、今は、ね、今飼って、ちょっと飼っていただいた後で。なるほど。ここはあの今回ちょっとご了解入れて、はい、フリーで、はい、使わせていただいて。すごい。じゃあ勝った後なんですね、ここはね。牧草をちょうど今勝った後です。なるほどね。すごいいいところですね、葵さん。
ヘイヘイヘイ。さあ、じゃがじゃがじゃーん。あいつあいつ。最近よく会います。宮下くん。ヤッホー。そして青は、じゃがじゃがじゃんじゃんじゃーん。そう、逆光だね。乗れる？こんにちは。いつも動画見てるよ。イエイ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 。やった。怖くない。ちょっと怖い。あ、向こうが掘って向こう。エースケをくるっとこっちに向くと素敵なハウスがありまして、中行ってみましょう。こんにちは、ドリさん、あなたでしたの。ピアノを弾いていたのは。またこれ素敵なところだね、これ。なる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 。できましたー。やったねー。やったー。すごーい。これが完成したのね。あ、動く動く。かっこいい。ついに住んでんだね。ついに住んでます。久しぶり。やったねー。やってんだね。すごいよ。すごいすごい。いいですか、見せてもらって。こっから見てもなんかいい感じ。それでは、お邪魔しまーす。うわ、あなたの生活、シンプルね。すごくシンプル。すごい、究極のミニマリストだね。そうっすね。なんかシンプルに作って、必要なものは付け足そうと思ったんですけども、うん、結果的に必要なものない。へえ、秘密基地だねこれね。すごい。コトちゃんそのままさそこに追って。なんとこの家変形します。すごい、コトリ。お店ができるよここで。日本人たるもの。縁側が必要か。そう。ああ。なんとトランスフォームしましたこの家。そして、小鳥。え、じゃあ座れるのこれ。通常、大人2人座っても大丈夫。素敵だわ、これ。もうあれじゃない、仙人になっちゃうんじゃない、そんで。そのまま。こんなの。そうそうそう。僕が初めて見たとき、彼は普通にトラックを持ってきて、これがモバイルハウスになるんですって言ってたんですけど、本当になりました。ちょうどさ、スーさんとナルトに会ったのが1年前のね、今日ぐらいだった。ちょうどじゃあ1年ぶりぐらいに。本当にそうっすね。うん、まさかここで再会するかな。ねすごいよ。あ、じゃあ僕出演しちゃう。もちろんですよ、コラボ。マジっすか、はい、おぉ、ちょっと、YouTube 頑張ります。生活冒険家のナルくんです。生活冒険家ナルでーす。さあ、小鳥さん。はい、ちょっとかわいいお家、モバイルハウスいっぱいあるので見に行ってみましょうか。はい、かっこいい、かっこいい。ちょっと見てみましょう。エイジングしてるんですね。錆びてるみたい。ナイスナイスナイス。すごい、ハンモックになってる。あららら、ら素敵だねこれ。ちょっとしたコーヒーショップ風。なんと、車の後ろにブランコがついてます。おー、いいんじゃない？リラックス。明日はちょうどいいんじゃない？これで朝日とともにコーヒー飲んだら。ありがとうございます。ゆったりと放浪旅。見て見て。屋根がポップアップ。かっこいい。こんにちは。おしゃれー。釣りのための車だそうです。すごいいっぱいロッドが並んでますけど、全部自分で作ったんですか？そうです、そうなんですね。オール木？オール木。素晴らしい、憧れます。あっちも見てみよう、はい、出るかな、凹凸感わかる？焼いて擦って凹凸出して、技術の山内先生がねその作り方を教えてくれました。山内先生、あの時の技術がここに来てます。小鳥さん、これあれだよ、 YouTube で見たやつだよ。レジン。わら、おしゃれ。ありがとうございます。ありがとうございます。なにここ、かわいい絵が。かわ、あ、完全にドクタースランプをオマージュした太陽くんがいます。じゃん、わー、嘘だ、これはやばいだろう、このクオリティ。やばい、完成度が高すぎる。なんだこれ、ボンカレー。あれだよ、ほら。え？あ、本当だ。す
すごい、なんか確かにこんな自販機ちっちゃい時にあった気がするよ。なんてレトロな世界なんだ。もしかしてプッシュマン？やべえな、キュンキュンするぜこの車。かわいい家だなこれ。シルバニアファミリーがここに来ちゃった感じかな。あ、なにこれ、めっちゃ車がかわいい。わお、あららららららら、超クラシック。これは、なにこれ、やばい、マツダ、なんて車なんだろう。なんかまたすごい車見つけました。お邪魔します、お邪魔します。どうぞどうぞ、お邪魔します。ここは土間なのでここまで土足で大丈夫だそうです。カフェですかここは。この車窓から、世界の車窓からに負けないこの車窓、こっちから見るとこんな感じになります。でちょっとテラスというかバルコニーというか、こういう粋な初積載初走行なので、バージン。今回、あらららら、ら、いや素晴らしい、いや素晴らしい。こういう細かいパーツの選び方のこだわりとかが非常にセンスを伺う瞬間ですね。ありがとうございます。やりにかなってことですね。お、始まりました、始まった、始まった、パーティーが始まるみたいです。軽トラックのマイマイゴーキャンピングカーで来られて、それを、薄井健二さんという方が、全国からのオーナーなんですけれども、皆さんありがとうございます。さあパーティー始まりますよ小鳥さん、キャンパーフェスパーティーだよ。父ちゃんは天然パーマっていう YouTube チャンネルで、僕たち家族で、このハイエース使った、バントリップ、ロードトリップを動画で配信している家族です。今日はよろしくお願いします。お願いします。みんなの車回るんだ、すごいいい、面白い面白い。さあ、まだね5時半ぐらいだよ時間は。夜ご飯の準備をしていきましょう。久々だなこんな風に大掛かりにちゃんとご飯の支度をするのは。うちはねすごくコンパクトな車中泊ばっかやってるので、目いっぱい楽しんでいこうと思います。現場管理もやってたの。なんていうの、取ってきた現場の、俺も一番最初水道屋さん。朝ごはんの時とか使うやつ。でもさ、仕事では絶対かなわない。ストーブ、母ちゃん、こんなに店を広げてしっかりアウトドアやるの久しぶりですね。やっぱたまにはやりたいよねこういうことで。焼き物手伝います。Here we go。炭がね、いい感じでできましたので、今夜はね、まず、土地用の油揚げを炭で焼いてみたいと思いますよ。間にいつも通り、納豆を挟んでおります。それでは行ってみましょう。やっほー！こちらをご覧ください。美味しくないわけがない。あと何個食べた？食べた？ケコ姉が作ってくれた豚汁。半端ないうまいこれ。半端ないうまさら。半端ないうまいこれ。やばい。結婚したい。早起きは三文の徳。いい朝だ。でんでんでん。Good morning。はや。おはよう。気持ちのいい朝だね。見て、山が綺麗だよ。キャンパーフェスの朝は早い。今朝の朝ごはんスタンバイできました。母ちゃん作ってくれました。Thank you。明日はご飯。カルボナーラリゾットとほうれん草のリゾットを今回チョイスしました。いただきます。いただきます。スーさんが届いた青にバイバイって言ってたよ。はい。ということでトップバッターで最初じゃあ手を挙げていただいたのは最近話題の YouTuber さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。父ちゃんは天然パーマという YouTube チャンネルで車中泊をメインにしたいろんな動画を上げています。みんなにぜひ見てほしいのがタイトル、ハイエースドバドバオイル漏れ事件。なんすかそれ。それ去年、これから YouTube 真剣にやるんだって言って初めての旅の初日がそれ。まずね、涙がすごい出る動画なので必ずハンカチまたはタオルをおじさんいただいて。本当泣けるんだから、俺何度見ても泣くんだもん。うちの息子がね最後に、
父ちゃん、僕たちの旅は終わったのっていう、そこでもみんなで子供たちが多分一緒に鍵されてると思うんですけど、不満とか、あのパパこういう風にしたいとか帰りたいとか、そういう意見とかはあったりするんですか？ですね、こんなちょっとを家族全員でやるってことは、もう父ちゃんが完全にリーダーシップを取ってないと基本できないです。誰かの意見を伺ってると絶対に中断されるので、基本もう俺の一言で全て行動は決まってて、こういうことを家族でやろうとした時はやっぱり父ちゃんの牽引力が相当でないとなかなかついてこれる旅ではないですね。9日間で3500キロって軽く苦痛です。なんだけども、まあ、その中に間々にちゃんと記憶に残るような、何かを入れ込んで、子供たちが大きくなっても、はい、父ちゃんとああいう旅できたよなって覚えててもらえるようなエッセンスはちゃんと入れるような、心がけはしてやってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、楽しかったキャンパーフェス、モバイルビレッジ、出発しましょう。さよなら。さよなら、みんなさよなら、また来るよ。いっぱい。さよなら。キャンパーフェス。あ、ここここ。Dude, that father is 10 年permed.